テルで800人が参加したものの、政治資金の収支報告をしていないことが分かり、違法性が指摘されている問題です。安倍総理は収支を報告する義務はないと主張。その理由として、安倍事務所はホテルと契約はしておらず、金額について合意しただけなどと釈明しています。では、その合意の内容についてホテル発行の明細書を示すよう求められると、ホテル側からですね、安倍事務所に対する、明細書の提示はなかったということでございます。一貫して明細書は受け取っていないと言い続ける総理に対し、辻元議員はどうしても納得いかないので、ホテルに問い合わせをいたしました。キーホテルが見積書や請求明細書を主催者側に発行しないケースがあったでしょうか、この7年間に。回答、ございません。主催者に対して見積書や請求明細書を発行いたします。もう一問聞きました。主催者が政治家および政治家関連の団体であることから、対応は変えたことはありますかという質問をいたしました。この7年間、回答、ございません。総理ご覧になりますか、これ。どうぞご覧になったらどうですか。明細を発行する政治家関連の団体でも対応を変えることはないというホテルからの回答を書面で突きつけられた安倍総理。確認すると一旦引き取り、午後再び答弁に立ちました。私の事務所が全日空ホテルに確認したところ、辻元議員にはあくまで一般論でお答えしたものであり、個別の案件については営業の秘密に関わるため、回答には含まれていないとのことでありました。ホテル側の回答はあくまで一般論で、桜を見る会の前夜祭については答えていないと主張したのです。辻元議員のこの問いは例外がないという問いなんです。これ極端に言えば、総理が嘘をついているのか、ホテルが嘘をついているのかという話になりますからね。例外なくということは一言も書いてありません。全日空ホテルに確認をしたところですね、個別の案件については営業の秘密に関わるため、回答には含まれていないとのことで。一方、焦点の明細書についてホテル側に確認したのかどうかについては、安倍事務所に領収書、明細書を出してないということは、全日空ホテルは明言したんですか、してないんですか、イエスかノーでお答えください。明細書についてもですね、営業の秘密であることからお答えはできない、出すこともできないと、こういうことで、ございました。ということはノーなんですね。やはり明細書を安倍事務所に出してないということは言ってないんじゃないんですか。